最終面接ってどういうところをお二人は見てるのかなっていうふうにお聞きしたいです。私が見てるのはその人が見ている未来とサイバーエージェントの未来につながるかどうかだけなんですよ。能力とか個性なんて違ってなきゃおかしい話なんで。サイバーエージェントさんの場合って最終面接の段階でさらに半分ぐらいになるっていうイメージですか？どれぐらい通過するかですか、はい、結構年によりますね。決して高いわけではないっていうことですね。基本的に私のスタンスは通すつもりで変わってます。というのはインターンとか面接でサイバーエージェントの社員に会って来てほしいって思われてる人なんで、なので基本的には通したいなんですけど、その面接のプロセスの中で評価が割れてるとか何かあるみたいなコメントがある場合にはその部分を聞かせていただいて、最後私が決めるときは1対1でマンツー10年って僕は言ってるんですけど、マンツーは同じ部署で一切部署移動なしで10年働けるかどうかで僕は最後決めてるんですよ。営業に行ったり企画に行ったりしても仮に合わなかったとしても大丈夫、俺のところに来いというふうに思って最後決めるんで、それでもなくて社員が迷いがあるようだったらうちの会社で歓迎できない可能性があるんで、その人がいい悪いじゃないですか、うちが歓迎できるかどうか、そこで合わないかもしれないなと思ったらごめんなさいするっていう、そういう感じですね。前提として最終面接っていうのは通過してきてるから受け入れるっていう姿勢でどうしたいと思う、まあ、といっても厳しい時はめっちゃ厳しいですから、はい。実は採用担当者って我々部下なんですけど、もちろんねすごい真剣にやってるで信じてる仲間じゃないですか。その人がすごい推してるっていうかどうかっていうのってめちゃくちゃ気にかかるなっていうのをまず、まあ、ベースとしてあるなというか、どれぐらい推してるかで決めるとかってことはないんですけど、最後の微妙な時にはそれを推してる人を信じるかどうかっていうのはあるんですよね。だからもう一回面接終わった後に採用担当者に聞き直したりとかするんですよ、ね、採用担当者が一番情報を持ってるわけだから、その人に聞き直すっていうのはあるんで、だからこれ見られてる学生さんが担当ついてたらその人が全部インプットしておくっていう、味方を作るっていう、ね、そう単に応援してくれるってだけじゃなくて、後で本当に微妙だなとか何か引っかかるなって思った時聞いたりしますもんね。しますします、ちょっと相談しようよとか言って、はい、ミーティングしたりもします、ね、ネガティブチェックなんですけど、僕らもいいやつ取れてたんですよ。いいやつって何やねんって思うかもしれないんですけど、僕が言ってたのは動機が善っていうか、うん、最初面接官って OK って言ったら入っちゃうんですね。最後の止める人で壁になる壁でもあるんですよ、ね、確かに言えちゃいけない人っていうのはめちゃくちゃ能力が高いめちゃくちゃ悪いやつとかを入れちゃうと組織がぐちゃぐちゃになったりとか、ネガティブチェックポイントとしては悪いやつじゃないかっていうか、まあだからいいやつかどうかってことなんですけど、それはね難しいんですけどね、見極めるの難しいですね。難しい、例えば二面性がないかとか、最終面接官なんてプチ権力者じゃないですか。だからプチ権力者には強いんだけれども受付にはひどいだろうかね、うん、だから受付にも聞きに行ったりとかして、うん、最初来た時の態度分でしたとか、もう態度悪かったですみたいな、ね、やっぱりそうみたいな感じ、全部の情報を使って判断したい。一つ私からお伝えしておきたいことでいうと、伸びる市場を探そうということなんですね。例えばサイバーエージェントの業界、インターネット業界ですけど、20年前はほぼなかった業界なんですね。それでも嫌だと、もうインターネットって皆さんの生活の中にもどっぷり入っていて、その中で喜びもあるし、ニュースも飛び交うし、インターネットは新しいものがどんどん生まれてる。で、伸びる市場っていうのは2つ集まるんですね。一つは優秀な人が集まる、もう一つはお金が集まる。この2つが集まるんですね。優秀な人がここは伸びる市場だから、その伸びる市場を俺が作りたい、私が作りたいと思って、ここだったらできるかもと思って、チャレンジングな人たちがたくさん集まるってことが一つです。チャレンジングな人が集まる伸びる市場ってのは当然大きくなるんで、そこにお金を投資しておけばその投資は大きくなるはずだってことは、お金も集まりやすい。この2つが集まるというのが伸びる市場の非常にいいところなので、今この会社が好きとか今このプロダクトが好きも大事ですけど、5年後10年後なくなるんですけどって言われたらそれは入らないわけで、実際に伸びる市場であれば若い人にもチャンスがたくさんあるので、ぜひ伸びる市場を見つけてほしいなというふうに思います。改めて自己分析とか自分を表現するというのは難しいんだなっていうのは思いましたと。というのは諦めないことがプラスだって思ってたんだけども、諦めないが本質なんじゃなくて、面白いことを見つけれる、その見つけ力が実は本質だったんじゃないかっていうのことっていっぱいありましたよね。掘り下げてくれる面接官だったらいいんですけど、そうじゃなかったら、ああ諦めない人なんだと、継続力がある人なんだ、まあ、みたいな感じで諦めない力が役に立つ部署入れようとかになって地獄の道を歩くみたいなことだってあるわけなんで、言葉の整理っていうんですかね、人を表現する言葉っていうのがすごいたくさんあるわけなんですけど、
社会的望ましさの高い、まあ、つまり受けが良さそうな言葉にたどり着いたら思考停止しちゃうと思うんですね。この事実っていうのは諦めなかったっていうことが生み出した結果なのかとか、もう一回考えてみた方が相手をミスリードすることがなくなると思うのでですね、自分表現する言葉にもう一度考えてみた方がいいと思います。じゃあ本日の感想を加藤さんの方が最後にできたかなと思ってます。今日は長い時間をいただきましてありがとうございました。自分がこんな人間だろうと思って考えていた部分とはまた違った視点というか、例えばどんな意思決定してきたかとかもそうですし、自分の中で思ってるけど表現できてない部分を指摘いただけたので、今後の変更を選んでいく上での参考にすごくなったなと思いました。引き続き就職活動頑張ってください。ちなみにですね、お二人の SNS の各種リンクは下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。曽山さんはですね YouTube チャンネルをされてまして、組織の話とかリーダー論みたいなところをチャンネルでは見られるので、よかったら皆さん覗いてみてください。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。